なんかのあいらで、ええー、秋田様のね、誕生日会見について書いてましたけれども。<い>ええー、五十八歳に迎えて、改修工事の件について、窓、まあ、ね、説明するのかが注目されたわけですね。そうですね。まあ、この秋田様自身がね、かなりこのぐずぐずしてたと、発言しましたけれども。うん、これまあ、水曜にね、まあ、タイミングとして遅くなったというのが反省点と述べて。説明がね、遅くて、この無駄遣いとは思ってないということですね。ああ、全然。そう。なんか、まあ、説明が遅いことに関しては、謝罪ということですね。はい,は,いはい、はい。 この過去様の別居とかを、ねまあ、公表するのが遅くなったということですけども、まあ、これもね、もともとどこの家に、ねまあ、住んでるのかとか公表してないということで、セキュリティ上の、ね、問題があるとしたわけですね。まあプライベートなことやしみたいな。そうですね。まあ、どの皇族かね、どの宮てとか施設に住んでるかは、ただ今公表されてるわけですね。うん。信子様とかも DV とかがあったりとかして、宮内庁の文庁舎に2008年から暮らしていることを公表してますね。はいはい。医師の判断とかで宮、ね、てに戻ると、ストレス性の喘息が。 まあ再発のね恐れがあるということで宮<ー>内庁分庁舎にまあ暮らしてるわけですねはいで、まあ、この上のどこに住んでるかとかはねもともと公表しないってことですけども過去様についてはね別の建物で一人暮らしをしていただいているわけですねそうですねでまあそのね旧五角署に関しては宮邸の一部というね考えなんで、まあ、分室っていうね名称に変更したんだろうと思うんですねうんだからこのアクシナ邸の一部とまあ認識をしてるわけですねはいはい アクション店に住んでることは公表でできるんだけども合格証だけは公表できないということがわけが分からないですね。確かにでこの経費削減に関してはどれだけ削減したのかも説明ができてないしねどう考えても大幅にね膨れ上がってますからね。まあすっぴんロードまで作りますからね2億円で。そうですね。このアクション店のね改修工事と職員のスペースとかアクション店の関連工事とか含めると50億円の費用がかかっていると言われてるわけですね。はい だから眞子さんと佳子さまが住まないんで、私立の部屋を、ね、作らずに経費削減って言ってましたけども、うん、ただこのね、合格をしにうと進み続けて、別でね、職員と事務等が、事務党とかね、社庫とかも、ま,あ、まだ作れるとことですね。ああ、結局。あと、ね、からこのね、合格をしにこの私立部分を残すとかでね、言ってましたけども、あこの時は佳子さまの私立とは明かしてなかったわけですね。うん。でも、このね、別でこの職員の事務等とか、倉庫等をね、作るということは、やはりね、合格をしよみんなね、どういて。 過去様がが本当に、ね、1人暮らららししてかかって感じがしますからねああなるほどただまあ合格者に関してはね、まあ、一応この職員とか倉庫としてもね使われている設定なんでしょうね一応ねまあこのねアクション庭園の66%もこの職員の事務スペースっていうのもね怪しいですけどねうんこれまでこのね職員のスペースとかも膝にね弁当を置いてパイプ椅子が何個かねあるだけって感じで応じ合ってたので惨めえなまあこのね職員にこのそのスペースを与えるとは思えないですからねねえ、うん でこの支出部分に関しては5%しか増えていないということですけども、宮内庁長官はね、アクション合成が、ね、なるべく工事費用を抑えたいというお気持ちがあったんだけども、十分にね、答えられずに申し訳ないとしたわけですね。前もってね。まさにこれね、アクションは手の甲の工事なのに費用がかかってないように、ね、見せるためか、講師職の事務棟などの新築工事に関しては、赤坂御用地東地区周辺整備としたわけですね。はいはい。これはね、明らかに自分たちがね、税金の無駄遣いをしている認識が、 ありながらもね、さらにこの無駄遣いをしたいんで、全体像をね、まあ、隠そうとしたのかなっていう感じの名称に、ね、したのかなって感じですね。分かりづらくしてあると。そうですね。つまり、その悪嶋店に、ね、限ると、この増えた部分は5%ってことで説明してましたけども、うん、それも悪嶋店に関してのね支出部分で、それとは別にね別等として、分室にね、過去様が住まれてるわけですね。はいはい。だからその過去様の支出に関しては、分室に関してはね、含まれてないわけですね、その5%には。あー まあちにこれね、アキシャン様に関しては眞子さんの結婚について一方的な会見じゃなくて双方向での会見という形にしてほしかったと話をしてるわけですね。うんでも自分はねあ言いたいことだけ言って、まあ、完全にまあブーメランですけども <laughs> あ元宮内庁職員の山下慎二氏はね本当にこのアキシャ様に関しては全体像をまあ把握しないんじゃあかとかですね。ああ全然。そうですね。まあアキシャン様の、ね、性格考えると別にう、ね、嘘つくような性格という、ね、じゃなくて意だけにね まあ、隠すようなことをしないちゃうかってことで、うん、だからまあこれはね紀子様が主導していて、秋田様に関してはね本当にねアホなんで発行 <laughs> しないちゃうかってことかね。<laughs> そういうこと。でもこのね、結果的にはこの多くの国民が納得しなかった眞子さんの結婚のように、秋、う、田、ん、のね改修工事に関しても多くの国民が納得をするね説明とはほど遠い結果になったわけですね。本当ですよ。まあこれもともとこの過去さの勉強についてもね、週刊誌が一人暮らしをね、報したことで記事なんてね、もともとの過去さの勉強についても週刊誌が一人暮らしだとね、 というい記事とか書か書なければ黙りだったんでしかもこのアクシャテルね5%増えた件に関してもねおそらくまあその白製部屋とか標本の部屋とかは含まれてないでしょうからねああそこはまあこの部屋に関してはね賓、まあ、客が来た時とかに見てもらうからね、まあ、公的な部分として捉えてるのかなって感じで、うん、ただまあ指摘されたらねまたこのバレたらまた言えばって感じで考えてるのかもしれませんねいやもうバレてからなんですね結局動くのはそうですねうん でこのね誕生日会見に言ってたのが、今ね、心配な一つとして挙げてたのがね、熊、まあ、による被害っということで、熊<ー>の,、ねまあの心配が全くないね、秋、まあ、者様に熊の,の被害のことを語られてもねあ、どうなんかなって感じがしますけどね東北の方とかですもんね、よく被害がってんのはそうですね、ま熊、あの,ね、の被害よりもね、まずこの増税とかで苦しんでいる国民の心配をねしてほしいんですけども、ね増税とかでもその原因を作っているのは、秋篠だけのね無駄遣いですからね。はい、はい だからこれがね、まあ、ずれまくってまますけども、ま、だこのね、熊の被害について、こういったね、対策をしたらどうかとかね、そういった提言するんだったらまだ分かりますけれども、まあ、この辺がね、まあ、ずれてますね。ずれてますね。まあ自分がね、この発言していることが、どれだけね、常識から外れてるのかとか、その辺のね、 ススがあ、ね、ってないこととかも考えれば分かりそうですけども、はい、まあそれが、ね、分かってないのが現状って感じですね。あなんかあの誕生日会見終わってね、かり公職ライブがあの、私の立場でコメントは控えるべきで、大変恐れ多いことみたいな発言をしてましたけど、はいはい、なんかやっぱり、ね、恐れ多いみたいな感じなんですね、秋篠宮様に対しては、こんな側近たちも。まあその出向所来てるんで、その期間だけは無難にこなそうみたいな感じのね、そういうレベルでしょうねでう本当にそうですね。 久、まあ、しさまに関してはね国立科学博物館の研究報告の ALH のところの動物学でね論文が掲載されてるんですねはいはいまあこの論文書いてるのはね久しさまと飯島健さんとね清志拓也さんという人物が書いていてね、うん、恐らくこの清志拓也さんがほとんどね、まあ、書いてるのかなって感じで <laughs> えこれね清志拓也さんは国立科学大学の国立科学博物館動物研究部で責任者となっていてそれ、うん、でまあその清志はね日本トンボ学会とかにも入っていて日本昆虫学会とかにもね 入ってる人ですねお<ー>これまで研究とかもね昆虫に関する研究が多くてね英語に関する論文とかもたくさんね執筆してますねあ結構なやり手のまあかなりね賢い人みたいで京都大学をまあ卒業ってことで、うん、コロナの影響もあったからね昨年1月から11月までは有料で、えー、オンライン授業とかも開催したみたいですねはいはい昆虫博士がねいろいろとまあその登場して昆虫、まあのことに関する授業とかをやったってことで、うん、毎月ねこの異なったテーマで授業をしたみたいで 5月にはね、実はすごいゴキブリの話っていうテーマで、まあ、話をしていてね。ゴキブリの話で、まあ、その ?9 月には、このね、アキトンボの話ということで、えー、オンライン授業を、ねまあしたことで、えー、やっぱり、まあ、トンボに関してはね、まあ、詳しいのかなっていう形で、えー、まあ紹介のとこにもね、まあ、その世界各地で昆虫採集をしていて、主にね、山の新種を記載したりとかね、してきたっていうことで、えー、この記載してきたというのがね、新種を発見したことなのか、まあ、わからないですけども、はい、あまあ、このね、論文が草下様の成果っていうことで、 これはね素晴らしいということで、まあ、推薦でね、ぜひこのうちに来てくださいみたいな感じで、まあ、大学に、ね、行くんかもわからないですね。ええー、無理やりやな。<laughs> もう一人のね、エイジマシンに関してはよくわからないですけども、うん、うちもなんか、その宮内庁って書いてあったんでね、宮、まあ、内庁職員なのか、まあ、よくわからないですけども、はいろいろね、この人の研究なんかどうかわからないですけども、調べてみると、稲の研究ばかりね、してる人で同じ名前の人がいたんで、おそらくこの人かなってことで、稲、はい、とかね、米の研究結果とかで、まあ、コシカリに関する研究が多かったですけどね。 まあ、ちなみにこの、ね、論文については今年の3月28日に受け付けて受理したのが、ね、9月20日で公開されたのが11月20日みたいですねああ先月ね,そうですねこれがその2012年から2022年にかけて東京・赤坂五一のトンボ類の、ね、調査を実施して外来種を含む38種類を記録したんですね、うんまあ、この研究結果ということですけども絶滅危惧種とかも12種類、ねえー、含まれていて<ー>あ首都圏の、ね、貴重な都市緑地の一つである赤坂五一とかもね 今後もこの保全される根拠の一つとなりうるということで、えー、締めてましたけれども、うん、でもれ今の、ね、建物を使わずに増築はしまくってね緑を、ね、破壊しまくっている悪島っということで、皮肉な結果になってますけど、ねはい,はい。<laughs> 2012年からね、まあ、調査ってことで、久石様が6歳ぐらいですね。ああ、小さいとから。どう考えてもね、あ一緒に研究してるとは思えないですけどね。ねえ。<laughs> まあこれ赤坂五一の調査ってことなんで、誰もね、まあ、確認しようがないですけども、はい、それときの昔からね、一応、トンボの設定とかがあったんかもしれまませんねまあ誕生日会見でも、悪んさんも言ってましたもんね、トンボに興味ありそうと。 そうですね、うん、まあこの間のこの修学旅行とかでねかなりこの幼い字を書くって形で言われてましたけども研究に、ね、参加したとしてもせいぜいね、まあ、トンボを網とかで捕まえようとかね <laughs> そういった協力がしかできないでしょうけどね。まあでもねほんの少しでもまあ手伝ったらね、まあ、一緒にまあ研究したことになるでしょうからね。そういういことなんですねでまあもう一人のね飯島氏も得意分野は稲の研究みたいなんで稲の研究を手伝う代わりに他にもね ほかにもね、肩書きが欲しいってことで、まあ、手伝ったことになっているのかもしれませんね。なんとでもなります、そしたらちょっと関わっただけでね。当然、これイ、ね、稲の研究するだけでね、まあ、自分にまあうまみがないというかね、うんあ、そういうこともあるし、他の研究に、ね、名前が掲載されたら、まあ、いろいろとその研究の幅が、ね、広がったりとか、まあ、そういう形で、ね、肩書きも広がったりとかするでしょうしね。ははい、はいま先ほどこの、ね、研究の発表とかを11月19日に 国立科学博物館でね、開催したようですけども、うん、これからまたね持ち上げ基地が出てくるかもわからないですねうわー <laughs> またでも、まあ、批判が多くなる正直ねそれはそうですね、まあ、こんなね素晴らしい論文を発表したら被し者もね、まあ、どこにでも楽勝で推薦に行けるかなみたいな感じでそういった記事も出るかもわからないですねえー、東大も楽勝だみたいな <laughs> そうでね、まあ、でもねここにこの部下の名前とかが連名で書いてなかったんでねあおそらくまあ部下は見せられたーかなって感じですねああここで切られるんですねそうですね 久しぶりのフェリーでの、ね、様子が報じられてましたけれども、このささらにニュースさんが、ね、アップした動画の写真とかで、まあ、補聴器が、ね、完全についてるなっていうのがあ指摘されて確認してみたら、ね、ねやっぱり補聴器らしいものが入ってましたね。ああそうですか 一応まあこのばレ,レにくく、ね、するために肌色の補聴器をしてましたけれども、うん、でも、この完全に、ね、耳の部分とはあ色はね違っていてか間違いなく、ねまあ、補聴器かなって感じで<ー>現時点での、ね、リアルなこの写真によって久様の補聴器が、ねまあ、判明ということで、まあ、聴覚障害があることは、ねまあ、判明ししたかもしれません、ね、まあいつもつけてるわけじゃないんですね。でも そうです、ね、ま何か種類,種類がね違う図をつけてるのかもしれませんけれども、うん、これでねこの全てが学っとくということでまずもう青島県がねみんなこの手話をするのは久子さまと、まあ、会話ねしなければいけないからということでなんかもしれませんねああそうなんですね。 でまあ、その姉妹で言えばね、眞子さんのよりも佳子さまの方が、久、まあ、し様りの、ね、面倒を見てましたけども、はい、まあだからね、手話のイベントには積極的だったのかもしれませんね。まあ家族としてね。だからまあその、ね、久しぶりさまはこの報道統制とかで姿を、ねまあ、全然見せなかったのかなって感じで、はいはい、ただ、この補聴器を、ね、したらどのぐらい結けあるのかも、まあ、よく分からないですけどね。あの小室警備で音楽聞聴くために常に耳にイヤホンをしてるとか、そんなんじゃなくてもう明らかに補聴器なんですね。そうですねね、うん、このさまの、ね、入学式式とか、まあ、卒業式の 映像とかに関してはいつもね、まあ、この GO っていう雑音が入ってますけれども、はい、あれもこれね、えー、後から収録とか何かね、まあ、あるのかなって感じで、<ー>この音声を、ね、収録する環境とかが違ったら、まあ、そこだけね、微妙にこれおかしくなっちゃうので、あらかじめ GO、ね、というまあ強い音声を入れておくことで、まあ、その GO、ね、の音で収録する環境とかの音は消せるのかなって感じで、このね、聴覚障害だったらまあ普通の人以上に学習が、ね、大変かなってことで、はい、まずこのね、ある程度のこの言葉を覚えてからだったらね、頑張ったら普通のセットと同じぐらいね、 レベルで勉強できるかもしれませんけれども、まあ、最初サがね大変かなってことで、うん、まずこの言葉がねわからないっていうことで、ね、気づいたのが、まあ、いつかっていうのもねありますしね。はいはい。まあ少なくともねお茶の水っていう普通の幼稚園に入れてますからね。なるほど。まあここではこの聴覚障害の生徒として特別に扱われたともね思えないし、うん、学校生活とかはどうだったんですかね。ねえ。まあほとんどね、まあ、学校に行かずに生き、まあ、ていっちゃねしてたのか。 障害者として誰かが、ね、教えてたのか、まあ、これが、ね、謎ですね。<ー>まあ。そうにしてもね、この今回の修学旅行に関しても、一人行動をしてたのもね、まあ、いろんな理由があるのかなってことで、うん、まずこのね、低結婚、進学生徒と来た生徒に関しては、もうねあ、余裕がないのかなって感じですね。へえーまあ。学校の授業にね、ついていないだろうし、久しさまの大学進学に関してもね、久しさまだけでもね、結構やばい状況なのに、<あ>部下の面倒、ね、<laughs> ないですからねそこまでは見てられないと。<laughs> そしてまあその、ね、近づかれたら補聴器がばれるということで、うん、この状態だったらみんなね噂というか補聴器についてはみんなね知ってるのかなって感じで、はい、この自分からね、まあ、漏らしたらどうなるかは分からないんで、まあ、それがね、まあ、漏れてこないだっかなって感じで、うん、ただこのね賢い人たちなんで、ねまあ、今回のね情報提供者に関しても何としてもね自分とはねばれないようにしないといけないんではい、はい、そういった細工とかもねしてるかもしれませんねああそういうこと例えばこの集合写真とかをね写真もアップされてましたけども、まあ、このね集合写真ね写ってる人が 情報提供しただけれどもその写真だけね他の友達に撮影してもらってるとかねはいろ、はいろ考えてるかもしれませんねあ,あ工作をね集合、まあ、写真に写ってるからね俺はねリークをした人ではないってことでそうやってね <laughs> アリバイにもなりですからね <laughs>、まあ、それにしてもね補聴器の写真まで撮影するのはまあすごいですねうん、まあちゃんこの補聴器に関してはね、まあ、どんなものを使ってるのか調べてみるとオブロンっていう会社のねデジタル式補聴器が見た感じだに出ましたねへえ<ー>まあこの肌色でねネジと思われる箇所のね色まで一ま致してたんでおそらくね オムロンイヤーメイドの AK シリーズかなってことで、うん、そのねデジタル式補聴器かなって感じで思いましたけどね体温計とかも出してますもんねオムロンとかそうですねでもこのね基本はこの両耳ですけども久しさまに関してはね、まあ、左耳だけいつもね怪しいかなって感じで、はい、右耳に関してはね、まあ、どうなのかなって感じですけども聞こえるんですかねただこれねハウリングを起こしにくいね補聴器もあるということで一番このねハウリングしにくいタイプをまあ使ってるでしょうねへえー でもこ、ね、完全にこのハウリングにはならないということで、まあ、このハウリングというのは、ね、よくなんかその拡張器とかを使ってマイクとかで、ねまあ、しゃべるときになんか、まあ、学校とかの朝礼とかでも、ね、ピーっていう音が鳴、ね、ったりとかしましたけれども、うん、あの、ね、ピーっていう音が、まあ、ハウリングということなんですけども、<い>この補聴器とかでも、ねまあ、増幅された音が再び補聴器のマイクに入ることで起きる現象ということでね、ね、うん、だから補聴器をしていたらバレないわけがないわけですね。過去にこのハウリングを起こしたことがゼロなわけがないんで、 周りのね、つくふすやみんなね、してるでしょうね。はいはい。ただまあこのね、デジタルの補聴器に関しては軽度の難聴者向けなんで、そこまでね、ひとり症状じゃないかもしれませんね。ああその、ちょっと聞こえるんですかね。そうですね、でもこのね、補聴器がないと聞こえないっていうのはね、ですでしょうし、うん。それでまあその小さい時にはね、あ手話の記事とかも映像とかもね、ありましたからね。はいはい。まあこれがね、どうなんかなって感じですね。いや、でもまあ確かにその、本当に耳が聞こえなかったら、その修学旅行行って先生の部屋に一緒におるとかまあ。 耳聞こえない人って一人で刺していいんですかね生徒のみんなとほったらかすわけにはいかないんですかねやっぱほんまに耳が悪かったら、まあ、ほったらかすというか、まあ、その特別扱いにはしないといけないでしょうねまあそういうことですよね大変は大変ですよねほん,ほんまに耳が聞こえないんだったらそうですねうん、まあ、ちなみにね女性陣の方には雅子様のことが書かれてましたけども皇宮、はい、警察音楽隊が演奏会されていて天皇皇后陛下と上皇ご夫妻とアクシャ夫妻らがねお目になったってことで会場が開くとね天皇后陛下はいつもよりね ゆっくりこのお酒に向かって歩かれたということで、はい、階段を上り始めた時には雅子さまが上皇后さをサポートしたわけですねはいはいコロナの期、ね、間、まあ、中とかなかなか集まりなかったんで、まあ、この控室とかではさまざまな会話を楽しまれたということで、うん、まあこれね美智子さまがいるからねこれ楽しんでるって感じじゃなくてむちゃくちゃね <laughs> まあ気を使った感じで喋ってたんでしょうけどねまあ無理やりそうですねだからこれねマスク越しでもね分かるぐらい雅子さまは明るかったってことで<う>上皇后さえがねあ出席ってことだったんで まあこれね出席できたら病気のね回復の目安になるかなって感じでは思ってましたけどもまあ、ね、精神科医の加山理香さんから見ても上皇后さのサポートをされてたということで着実にね回復はまあされているのかなってことですね体調もいいんでしょうねまあこれまではね体調を見て出席ということで行事の開始直前に欠席をね余儀なくされることも度々ねあったようですねドタキャみたいな感じになっちゃうんですね,そうですねただそれがね今年に入ってからは直前の欠席とかはねゼロでここ数年を見てもねだいぶこの回復をしているとてことですねゼロっていうのがいいですね そうですねまあ、天皇陛下単独で、ね、考えた戦没殉職船員追悼式とかね、日本芸術院授賞式もね、まあ、直前のころ、雅子さまも出席と発表されていますね。はいはい。そ、まあ、もそもこの天皇陛下が、ね、出席される式典とかは、事前に、ねまあ、国内最高レベルの警備が敷かれているんで、雅子さまがね、直前のころ出席を表明されても、特に、ね、問題ないわけですねあいいんですね。 そして、ね、新しい、ね、取り組みとしては、11月17日にキリギス大統領夫妻と昼食会をしていて和食が、ね、前菜として出されたわけですね。はいまあこれは、ね、両陛下の発案ということで、これまでは、ね、海外からの賓客をおもてなしするときには、ね、食事は一貫してフレンチだったわけですね。ははい、はいそれがまあ現代では、ね、和食も世界中に広まって親しまれたということで、ね、すね共通の慣例から言えば画期的な、ね、改革とかですね。日本史で乾杯したんですよね。そうですねこのね国際的な感覚が洗練されている両陛下らしい、ね、お心遣いが二、ね、十歳になっているということですね。はいはい まあ例えばこの間もねベトナムの国家主席夫妻と招集会をしていてね押しずしと日本酒をね提供してましたね。<う>それでね12月9日にはまさか様がね慣例権になるということで記者会見の開催が期待されてるんですねお<う>、まあ。関連ではねお誕生日に伴う、ね、記者会見がなくて文章でね感想が発表されますけれども、うん、外国を訪問前とかにはね記者会見があったわけですね行く前にね。 まあそれがね、この病気とかも改善されてきて関連がていうタイミングで前例にはないんだけども会見をね、まあ、してほしいという要望があるところですね。はいはい。ま,あまだこのね、前回宣言とまではね、行かないんでしょうけども、もしかするとね、まあ、会見とかも開催するかもわからないですね。おお、この間ね、カッコ様がペールー行ったときは行く前には開催しなかったですけどね、そういうのは。そうですね。まあ、ただのね、この記者がほとんどね、秋マ教員のね、 人たちなんでこれね事前の質問とかを見てまあ判断した方がいいかもしれませんねああ、なるほどまあ今後ねマークションに関係してもねどういった展開になってくるのかよかったらねコメントもらえて嬉しいですねそうですねぜひコメントくださいあとチャンネル登録の,の登録の方お願いしますよろしくお願いします